はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ふくらはぎを細くするために縄跳びをしている人多いと思うんですけども、縄跳びをしてしまうとふくらはぎは逆に太くなりますよっていうお話になります。で、まず結論からしましてですね、ふくらはぎを細くするために縄跳びをするとですね、ほとんどの人が太くなります。で、ふくらはぎをね、細くするためにはですね、ふくらはぎの筋力を落とさなければ逆にいけません。逆にね、筋肉がなくってふくらはぎが太いよっていう人はほとんどの方がね、全体的に大きい方だと思います。その場合はですね、ふくらはぎを鍛えて細くするっていう感じではなくってですね、ダイエットと同じように食事の管理をしっかりしてですね、エネルギーの取りすぎに気をつけてダイエットをすることで、ふくらはぎも一緒に脂肪が減ってきます。全体的に比べてですね、ふくらはぎだけ太いよって方は結構ね、運動部だった方とかに多かったりします。そういった方がふくらはぎを逆に鍛えてしまうと、ふくらはぎはね、細くならなくなります。で、じゃあどうやってふくらはぎ細くするのかっていうと、できるだけふくらはぎを使わない生活をすることが大切です。基本的には歩くときにはちょっとももを上げて歩くと。基本的に歩く時っていうのは、太ももをあんまり上げる意識ではなくって、地面を蹴る意識で足を前に出しているんで、しっかり運動している人はね、基本的に少しももが上がってるんですけど、あんまり運動してない人っていうのはももをあんまり上げずに足首でこうやってね、歩いてしまって、結構ふくらはぎの筋肉をね、使ってしまってます。で、その疲れを毎日ストレッチとかマッサージをせずにね、過ごしてしまうと、日に日にふくらはぎの疲れが溜まってしまって、少しのことで筋肉に負担がいきます。そうなってくると、ふくらはぎの筋肉は落ちずにですね、今の太さを保って生活をしてしまいますんで、ふくらはぎがなかなか細くならないという結果になっていきます。なので、ふくらはぎを細くするためには、歩く時には少し太ももを上げる意識、そして縄跳びをしないこと、あとはランニングですね。ランニングもゆっくり太ももを上げて走れば、なんとかふくらはぎの負担は減るんですけども、結構走ってる人は割と早く走っちゃうんですよね。まあ、やっぱ疲れる方がね、ダイエットになるかなと思って割と早く走っちゃうんで、そうするとふくらはぎにね、結構負担がいってしまって、ふくらはぎの筋肉が発達しちゃいますんで、まあ、走る時にはね、ゆっくり太もも上げる意識で、あんまり早く前に出ないように、あんまり前に進まないように、ふくらはぎの負担をなくして走ってください。そうするとですね、ふくらはぎをだんだんと柔らかくしぼんできますんで、ふくらはぎが細くなってきますんで、まあ、縄跳びをね、している人っていうのは、まあ、基本的には NG です。ふくらはぎが太い原因、まあ、太くなる原因っていうのは、基本的に走る、跳ねる、そういったね、あとはかかとの上げ下げとか、もう体重がしっかり乗っちゃってるんで、ふくらはぎに。そうするとふくらはぎの筋肉は発達してしまいますんで、そういった運動っていうのは基本的に控えてください。まあ、結果的にね、ふくらはぎを細くする方法っていうのは、縄跳びをやめてマッサージ、ストレッチをして、あとは運動してないのに太いよって方は基本的にはダイエットをしてください。ふくらはぎを鍛えて細くしようという考えをね、なくしてもらうと細くできますんで、皆さん頑張ってみてもらえたらと思います。よかったらね、コメントももらえたら返信しますんで、ぜひぜひお待ちしております。今日はふくらはぎが縄跳びでは太くなっちゃって細くならないよっていう話でした。ありがとうございました。